FA 西川龍馬の人的保証名簿がオリックスから届く。将来か今か金銭保証の可能性も。西川龍馬が野手が FA で移籍したオリックスから人的保証に関するプロテクト名簿が届いたことを明らかにした。検討中、人的保証を選択するのか金銭保証を選択するのかはまだ決めていない。ここを見て将来を見て考えるか、今のスタッフで考えるのか、そういう考え方しかないかなと思う。期限は40日以内とされているが、現場の意向も聞きながら検討を重ねていく。まあいいじゃんそういうの。トレードされてあんま良い選手残ってないし金銭やろ。山本由伸のポスティングのお金を広島ゲットできたり銭やろか。森の人的保障が即クビやからな。オリックスの人的保障は最低レベル。金銭やろ。金銭にするんだったら去年の1年契約の時点で年俸1億5000万出して A ランクにしておいた方が良かったな。3連覇してる割に総年俸クソ低いし割と戦力カツカツなんよな。ここ金銭大した金額にならないからとりあえず誰かもらうと思う。選手の能力以外に怪我の有無とか素行の調査もせなあかんから発表は年明けてからやろうな。ご視聴ありがとうございました。